あのみさんこんちは、これ。それでは今回なんですけども、PayPay チャンスありがとう。ラスト PayPay チャンスをどれだけ当たるか検証ということで、なんと本日をもって、あの PayPay の一つの楽しみでもありました。PayPay チャンスが今日で終了となります。で、僕の動画でも結構 PayPay チャンス自体はネタとして何度か使わさせていただきました。で、そこで今回の動画なんですが、この PayPay チャンスが9月最後にどれぐらい当たるのかということをですね、実写の動画も交えながら検証していこうと思います。ということで今回の検証内容はこんな感じですね。 ペイペイで合計5回決済をしますワクワクペイペイの対象店舗で3回ちなみに全部別の店舗でやりますそしてワクワクペイペイ関係なしで通常のペイペイ決済を2回これで合計5回のペイペイで決済をしますそしてできればペイペイチャンスが当たる満額が欲しいのですべてのお会計を1000円以上のお買い物を条件としますそしてなんでこの日9月30日に設定したかと言いますともちろん増税前のお買い物ということもあるんですがまあ僕の経験上とツイッターの などでのまあ、ツイートを拝見したら結構ペイペイチャンスが月末に当たってる方をちらほら見かけたということもあってまあ、そこに全てをかけようかなと思いましたまあ、ちなみに今回も以前ペイペイチャンスの動画と同様にとある場所に出向いてそこからペイペイ決済をしていますなのでそれも交えてですねまずは実写の動画からどうぞ ということで、実写の動画でした。もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、最初お伝えしたとある場所というのは、以前動画でも紹介した、鳥会八幡宮という、ラインペイが使えるキャッシュレス神社に行きました。まあ、ここの神社っていうのは、お祭りはまだキャッシュレスではないんですけども、おみくじがなんとラインペイで決済ができるんですよ。で、今赤い矢印が出てるように、なんとですね、大吉が当たったんですよ。で、今右のラインペイ決済で100円と出てるので、まあ、これでおみくじが買ったということになってますね。 そしてちょっと本題に戻りまして、この大吉が当たった状態で PayPay ペイペイで決済をして、まあ実際に結果はどうなるのか、果たして全部当たってるのかということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、早速一つ目ですね。今回は最初にセブンイレブンで僕の好きなバナナチップスチョコを購入しました。で、そして気になる PayPay ペイペイチャンスの結果、 はとということで見事に外れましたまあ、序盤はこんな感じでしょうということで次に行きます。次2回目はワクワクペイペイ対象のスーパーに行って決済をしました。まあ、調味料とかをちょっと買ったんですけども、こちらの結果はじゃんということでなんと2回目で早速当たっちゃったんですよね。いや、これ嬉しいですよね。まさかこんなに早く当たると思いませんでした。まあ、これもおみくじが多分大吉だったおかげもあるかもしれないですね。次3回目は写真にも出てる飲食店にてまあステーキハンバーグランチを食べてきます まあこちらでも PayPay ペペ決済をしてきたんですけど結果はジャンということでこちら外れちゃいましたねけどまあ美味しいランチが食べれたので大変満足しましたそして次4回目は今度若く PayPay ペペ対象のお店でまあ野菜もろもろを購入しましたまあそして気になる PayPay ペペチャンスはジャンということでこちらも外れちゃいましたねまあけどやっぱり10%の還元があるっていうのは嬉しいですね そして、最後、5回目。こちらも、ま、別のワクワクペイペイ、対象のスーパーに行ってきました。まあ、こちらでは、ゴミ袋とか、ま、買いそびれた食材、調味料を購入しまして、それで、ま、これは実際に当たってるかどうか、ということで、最後なんですけども、気になる結果は、じゃんということで、こちらも10%還元のみで、ペイペイチャンスは外れてしまいました。ということで、まとめると、5回決済したうちの、1回ペイペイチャンスが当たったということになります。いやー、当んペイペイチャンスはいつやってもやっぱ楽しいもんですね、ということで、もう、ペイペイチャンスの動画 動画としたらここまでなんですがまあ、このまま終わったら楽しくないのでちょっと続きがありますまあ、続きというのは今回もですねなんとプレゼント企画をしようかなと思います多分勘のいい方はもうお気づきかと思うんですけどもというのも先日僕が動画で紹介したペイペイがもらえるクイックポイントというものを紹介させていただきましたまだその動画を見られてない方は下の概要欄にリンクを貼っておきますまあ、大変ありがたいことにですね僕の紹介リンクからかなりの方が登録していただきましていただいたペイペイボーナスで今回の動画での 買いい物をさせてたただきました本当ありがとうございます。けど、僕だけで楽しむのはちょっともったいなく思ったので、今回は PayPay ペペチャンスも1000円分当たったということ、そして気がつけばチャンネル登録者数が5000人を突破しましたので、まあ視聴者さんに還元させていただこうと思います。で、プレゼント内容はこちらなんですけども、ささやかではありますが、PayPay ペペの1000円分を5名様にプレゼントします。で、応募方法としましては、僕の Twitter アカウントをフォロー、そしてプレゼント企画に関するツイートをしているので、 それにいいねボタンを押してくださいせっかくなので僕の動画はキャッシュレスに関することを発信しているのでプレゼント企画に関するツイートのリプ欄に好きなキャッシュレス決済をリプ欄に入れといてください PayPay、まあ、ペイペイとか Suica とか何でも大丈夫です このフォロー、いいね、リプランの3つの条件をクリアされた方の中から抽選で5名様に1000円分の PayPay ペイペイを差し上げます。あ、ちなみにリツイートはしなくても大丈夫です。当選された方は Twitter の DM にて PayPay ペイペイの受け取り専用の URL をお送りします。もし DM の機能をオンにされてない方がいらっしゃいましたら、まあ、せっかく当選しても無効になってしまいますのでお気をつけください。で、プレゼント企画の締め切りは短めにしまして10月2日の21時までとします。当選者の発表に関しては締め切りから2、3日以内で で僕のツイッターで報告をさせていただきます一つ注意点としたら大量生産されたアカウントなどまあ、不正なツイッターアカウントがありましたらその場合はちょっと無効とさせていただきますのでお気を付けくださいまあ、そんなこんなで今回はペーペーチャンスそしてお気持ち程度ですけどもプレゼント企画についてお伝えをさせていただきましたまあ、今思えば本当ペーペーチャンスに関しては結構動画でも使わさせていただきましたがまあ、このような キャッシュレス決済自体が便利で楽しいものだよということをですね、表現してくれる PayPay というのは本当に素晴らしいですよね。まあまた10月5日の PayPay 感謝デーもあるので、僕自身はまたそれも楽しみにしたいなと思います。一応今回お伝えしたプレゼント企画の応募方法に関しましては、下の概要欄に記載しています。 そしてまだ PayPay ペイペイがもらえるクイックポイントについての動画を見られてない方がいらっしゃいましたら同じく概要欄にその動画のリンクを一緒に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで Twitter にて皆さんのご応募お待ちしてますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました